仙台、祇園、江戸時代の臨済宗の禅僧で、禅画を描く絵師。美濃、岐阜県、出身で、39歳で博多の聖福寺に入る。40代から絵を描き始め、88歳で死ぬまでに多くの禅画を残しました。年々画風が緩くなり、一筆をねだる客が絶えなかった。禅の教えをわかりやすく伝えたことから、博多の禅画遺産、と呼ばれました。
Thank you.